久保さんおやすみなさい。早いっすね。さすがです。まあ2時に起きてるんだったらね。そ早いっすよね。まあ僕もね、最近19時、まあ7時とか20時に寝たりとかするんですけど、今日はちょっとね、20時からコンサルが入ってるので、もう起きてないといけないんですけど、最近ほんと早くて、僕も今日4時起きかな。早いっすね。でも、朝、パパってやっちゃうといろいろといいっすね。いろいろと。うん、非常にいろいろといいっすね。 だから、早く寝て、早く起きて、あのー、一日満喫っていうね、生活をすると <laughs>、いいんじゃないかなと思いますね。はい。いよいよね、久保さん、明日。明日もしかしたら、あの、あれですよ。久保さんにお見せしますよ。Z4。明日来るんですよ。午後。<laughs> まあ、多分明日ちょっと乗り回すんで、少し。ちょっとお届けできますね。明日は。Z4 の動画。はい。では。